はい、こんにちは。今回は最高に入ってこうです。どういうことかというと、こちらシードマップというツール、最高はレールのアイコンで表示されています。X 軸に沿って横に並ぶレール。これ僕最近のレディットの投稿ですが、このシード地、実は7年前には発見初期スポーンです。は大河の原生林。苔むした石があります。周辺の地形は、森林だらけで特に言うことはねえです。というわけで早速潜っていきます。もう廃坑見えたから一瞬見えなーい。OK。おお、巨大な廃坑シティ。なんかもやがかかっていますね。地点を変更して。OK。進路クリア、発進どうぞ。バックオーライ。中腰になってみる。辺りを見渡し、ちょっとダイブして、下から覗くのさ。廃坑、神歩き開始。半もした洞窟がチラリズム。うん、この眺めがいい。最高な廃坑。振り向けば奴がいるかもしれない。突撃、隣の宝箱。つまらん。廃坑、さあ行こう。サバイバル気分を味わいたい。歩き続けることもできるようだ。おや、こんなところにモンスタースポナーが。スケさん、人間様に知能で勝てると思うなよ。さて、戦利品。エンチャント金リンゴくらい入ってる。つまらん。よし、クリエイティブで駆け抜けよう。辛い。No。チェスチェス、今度こそ金輪を。嫌だ。靴、ジャババンは一度足をついてしまうと、この天井の低さだと、再び飛び立つことが難しい。というわけで奥の手。スペックデータ。最初からこうしてろって悪質コメントが目に浮かぶ。いや、みんなわざわざコメントしないけど。心の中ではそう思っているんだ。お見通しだぞ。と言わんばかりに、スペクテーターでスカス廃坑。つまらぬことを言っている間に、広い場所に出た。チェーンで吊るされる新型の廃坑。7年前にはなかった景色です。Y-64 までなかったですもんね。この廃坑は何万メートルも続きます。まさに無限。恐ろしく速いダイヤ。これでなきゃ見逃しちゃうね。一旦停止できた方は、仮見他社まで画像をお送りください。はい、この廃坑。一本しかないと思っていませんか？実はこの無限廃坑、何本もあるんです。どれがレールかわかりにくいですね。少し拡大するとこんな感じ。もっと拡大するとこう。OK？ ってことを、で。他の廃坑を求めて3000里、ありました。Z-2800 あたりですね。さらに北上すると、ダブルなラインがありました。いや、これツインか？結構近いですね。200ブロックも離れていない模様。現地に行ったら、同時に見られるでしょうか？南高は Z-5112、北高は Z-5320、行ってみよう。ここここここ。テレポートした先は、砂漠、そしてサンゴの海。朝日か夕日が眩しい絶景。ほう、いいじゃないか。こういうのでいいんだよ、こういうので。シード地動画で何こネタやってんだ、ゴー。おお、ええですねー。振り返れば、奴がいた。奥手に見えますのが、北の廃坑です。
見上げれば山も美しい。それではこの2本の廃坑の間に挟まる、廃坑の間には挟まっていいんです。というわけで前進。もっと真ん中に2本の廃坑を並走、楽しい。下へ参ります。下から見ると廃坑、奈落の底からのリバース。やっぱり下から見る廃坑は新鮮で面白い。ちなみに昔は深層岩とか Y0 より下がなかったので、今の地形よりもっとシンプル、このようにシンプルで美しい景色がたくさん見られました。今でも探せば見つけられると思います。お次のシード地は南北に伸びる廃坑。1個目のシード地は東西に伸び、レールが横に並んでいましたが、2個目のは縦、廃坑のアイコン、レールが縦に並んでいるので、線路は続くよどこまでも状態です。初期スポーン近くの座標は X が872あたりと、X-1000 あたりにあります。覚えやすいので X-1000 の方に TP してみます。暗い。どうだ明るくなったろう。こちらも見渡す限りの廃坑。シンプルな構造がありますね。月あたりの壁を突破すると、耐水層な空間があったりしました。少々神秘的かも。全速前進。シンプルで通りやすそうですね。そのまま進み続けると、広い空間に出ました。耐水層と廃坑の橋が奏でるハーモニー。アメジスト氏、コードもこんにちは。おっと、わざわざすり抜けなくても、こちらに入り口がありましたね。毎度おなじみ、下から廃坑のコーナー。丸い。いい眺めですね。なんかこれ好きかも。もう片方、X872 も覗いておきますか。あれはスカルク。おお、こちらは、見事に同じ地形が連続しています。鍾乳石も発見。廃坑が見えてきました。こちらの廃坑は、スカルクに侵食されていますね。さてさて、東西に伸びる廃坑と、南北に伸びる廃坑、どちらがお好みでしたか？よければコメントください。こんなところに荒廃したポータルな空間。いとおかし。座標は一応、807-37、1450です。と、ここまで Java 版専用のシード地でしたが、統合版はないのかって？統合版は、あります。お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。統合版の無限廃坑編、行きまーす。初期スポーンです。廃坑にスポーン、最高に入ってやつだ、こちらのシード地の発見者は、ダムアナシード地でもお世話になった。Crack Magnet さんです。Google 先生だと割れた磁石になるのが意図せずなし。あたりを見渡すと、巨大な洞窟に廃坑が広がっており、天井には軽茂るした洞窟の形跡が、軽茂るってなんだよ、反応した、ちゃんと読める、じゃあねえか、廃坑のチェストにはしっかりと、金輪を、撮影した時はエンチャントしたのと思ってたけど違ったです。涙がこぼれないように、上を向いて歩くと、ちょっと不思議な柱がありました。柱の男は多分潜んでないので大丈夫だー。器物破損。直してあげて。あら、いやだ、火事にはお気をつけください。インしてから、のんびりしてたら危ないですね。またチェストが見えたぞ。レイヤーもあった。まずはチェスト。光り輝く、ただの金輪を。ダイヤの数は、何個でしょう。掘ります掘ります。デジカラです。座標は言いません。匠の技と同じです。見て盗んでください。
Do you understand? それではようやく、無限廃校編を味わいましょう。ゴー。時折顔を覗かせる反応した洞窟に目を奪われながら、左右確認、よし。進行方向、よし。ああもう普通に反応してますね。廃校と合体、融合しています。筋に足を止められることもしばしば、コケにされているのでしょうか。No. パニックブーム。ドリップリーフにもご注意。ゲームモードを。パニックブーム。に変えます。早い。俯瞰するとこんな感じです。ええですねー。ずっと見ていたくて、解説を忘れていました。恒例の下から廃校。これをやらないと気が済まない体に、廃校いうわけで、廃校が永遠に続くシード地、無限廃校編。Java 版の X 軸と Z 軸、プラス、統合版のシード地の紹介でした。あ、統合版のは南北に伸びてるタイプですね。縦に線路。それでは今回はここまで。バイバイ。廃校ですか？廃校です。